皆さんこんにちは、シダル DBC 凌介です。本日は茨城県にあります JGM 笠間ゴルフクラブさんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。ウェッジ編、はい、コースで本ちゃんのグリーンに向かってウェッジのシダをさせていただいております、はい、今度はジョーズフォージド、はい、ネックからさせられる通り2023年モデルのジョーズフォージド、はい、名前の通り単造バイ。うわすごい、さすがプロですね。顔がまずすごい変わったなと思うのが第一印象で、ヒールの部分こんなに高かったでしたっけっていうぐらいポテッとこう丸い、もうちょっとなんかヒールが低くて、あの 三角形とは言わないけどそんなイメージだったのが、なんかちょっと全体的にフェース面が大きく見えるっていうか丸っこく見えるなっていうのがまず最初の構えた印象でございます。あのキャロウェイエクスグルークルーシブ限定でさ、はい、ジョーズフォージドのノーメッキこれ出てるんだけど、小林さん持ってましたよね。これなんですけど、はい、これが結構それに近い顔なのよね。これです。石川遼選手が愛用してるという。あのねこれそっちに寄せたんじゃないかな。ちょっとこれ持っていただいていいですか、はい、これいや、あのね、何を伝えたいかというとね、ここのヒールの部分のね、こっちの方が若干高いと思うの。ちょっとさらにこうでフェース開いた時にもヒール側でそのなんかなんていうかちゃんと打てるみたいななのか、なのか、その土台の安定感なのかそれは分かんないんですけど、ちょっとまず構えた感じの印象が割とこのちょっと華奢に感じるヒールに対してちょっとこっちがポテッとあるなっていうのが、はい、第一印象。よりウェッジ顔っていう感じですかね、うん、丸顔っていう感じ、ウェッジっぽい顔、はい、R がついてるからやっぱりクリーブランドさんのその感じが出てるんじゃないですか。あと歴代なんかキャロウェイさんのこのウェッジのこの溝の位置が結構ヒールに寄ってるイメージがあるんですけど、これはそこまであんまりヒールっぽさを感じなくて、ヒールのこのネックの部分のこの余白の部分の面積もあるんで、まあ、そういう意味では僕は構えやすい、あのヒールに寄りすぎるとなんか頭側がすごいあの間が空いてしまってるのがあまり苦手だったんですけど、あそういえば07年でしたっけ08年でしたっけ、あのエクスフォージのウェッジに寄せてるって話を伺いました。なるほど、なるほど、そう言われると合点がいきます。石川遼結構あれ長く使ってたじゃないですか、はい、廃盤になってもずっと使ってた。ここに58って書いてあるとか、そうですね、そうそう、 X って書いてある、はい、あれがちょっと丸みのあるウェッジだった。あれのソールの真ん中がへこんでるウェッジが好きだったんですよ、あれ。あれ何ぐらいでしたっけ、なりましたよね。ありました。ミケちゃんがあれがなんか ダブルバウンスっていうか、そのバウンスが当たる場所がちょっとこう結構使えるのがあってミスに強かったんですけど。打たないしだ動画お願いします。はい、いいね、やばいし、ソールが当たってる感じもありますね。いやでも打感いいですね、やっぱり。やっぱりそこは単造なんでね、スピンも効くしいいじゃないですか。すげえスピン入った。ソールの当たり方で全然なんか球のあれが変わるんで、はい、ボールはキャロウェイを積極的に使用してください。はい、バイト。うわすごい、さすがプロですね。ああ、褒められたら失敗しました褒められるのに弱いタイプ。いやでも球もすごい上げやすいし低くも打てるし、で低く入ってやっぱスピンキュッて入るし。グラインドの印象はどうですか。あのいろいろこうね削ってあるんで、最初結構こうシャープすぎて難しいのかなと思ったんですけど、意外とソールがちゃんと地面に当たってくれて、あの打ってて、あ優しいなこれっていう最初の印象です。今みたいにこう相当お尻から当てても抜けてくれるし、どっちがいいんですかね。低く打っていく方がうまそうに見えるんですかね。こういう方がうまそうに見える。おお、かすめたよカップ。はい、
一回ぐらい入れたいですよね。横島な気持ちで。おお、低く出た。ちょっと今ヒール目に構えながら、ちょっとボール右足寄りに置いて低く打ち出すみたいなこともしてるんですけど、こういう音がいいですね。はい、こういう打ち方はもちろんのことながら、ちょっとフェースをこう開いてあげて、バウンスの後ろ側を当てながらこう上げるみたいなこともしやすくて、おほほほ、それ止まるよ結構。はい、割とどんなことにも対応ができて、すごい万能感があっていいなと今思って打ってます。おお、止まりますね。ちょっと気をつけてくださいね。大丈夫ですよ。危ないのいきますよ。もう当てられたらむしろご褒美ぐらいの感じで。まあ、飛ばないか。当てられたらご褒美って、それなんか女性と一緒にいた時になんかセクハラ発言だっていう。いやいや、そんな深く掘り下げなくてもいいよ。届かないかな、そこまではという感じで、何でもできる感じがしてすごい好印象でございますが、ファ、いやでもね、あの実際今僕があのスタジオ CGA さんと一緒にウェッジ作ろうと思ってるんですけど、こっち落としてこっち落としてって結構やってることが近しいので、僕打っててこれすごい何の違和感もないです。でヒール目に構えてボール右足用に置いて、さっきこう低く打ってじゃないですか、あの時にすごい打感が分厚くこうフェースに食いついてる感じがして、でスピンキュッキュッって入るんで、見てて面白いですよ。見てても面白いですよ。スピンゴリゴリかかるからいいね。だからまあ、あのテクニックをこうあれこれ使いたい人にとってちょっと優しいっていう感じもするし、前作との違いとか思い出せます？前作だから、先ほどと比べて前作と比べるとよりこう寛容性っていうか、ちょっとこう優しい感じはします。あのヘッドの大きさも相まって、はい、あ、トップした、はい、ぼちぼちまとめの動画を、はい。でもすごいヒール出た時の打感が気持ちいいです。うわすごい。そう、あのいかにもこうね、噛みついてますっていう感じがすごいして。こう溝はジョーズローとなんか違うんですか？違うんですか？一緒ですか？ジョーズですよね。一緒だけど単造で、うん、打感がすごい、うん、でこのヒールがこう大きいせいで、ヒール側で構えて打つなんていうちょっと昔のウェッジっぽい打ち方もすごいしやすくて、うん、いやこれはとても楽ちん。あの見た目よりも優しいと思います。ここが落としてあることによって、あの、まあ、クラブが、鋭角に刺さりづらいっていう部分、ちょっとこう刺さり気味に入ってもスッて抜けてくれる部分、まあ、ちょっとバウンスみたいな効果があって、でかつお尻側、お尻側でちゃんと落としてある、でここの高さがある、だから地面当たった時にもちゃんとこう前に行ってくれるっていうバウンスの効果機能もちゃんとあるし、でヒール側がこう割と大きいんで、まあ、ヒールに構えてボールを積み込むとか抑え込むとかフェースに乗せるとか、逆に開いておいてこうくぐらすとか、いろんなことがこう割としやすい、あのとてもスタンダードな形状、まあ、難しくもなく、まあ、いろいろテクニックも使える、でもミスに対しては割と強い、ちょっとあの打てて今日一番優しいんじゃないかなって今思ってます。はい、あの J グラインドの方がもっと上に上がる感じで、低くも抑えられる感じはこっちの方がするかなっていう、そんな印象ですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。おお、低く出た。ちょっと今ヒール目に構えながら、ちょっとボール右足寄りに置いて低く打ち出すみたいなこともしてるんですけど、上げるみたいなこともしやすくて、おほほほ、それ止まるよ結構。